の泳いでる姿めっちゃかっこよくないですか。これかっこよすぎるでしょ。ガブめっちゃ強い。ジョニーさん、あなたの中堅の師です。今日はですね、フィール&グローフィッシュ久しぶりにやっていきましょうということでですね、ラッシーさんですね、モッドをちょっとね新しく入れることに成功しました。どんなモッドかというとですね、ほら結構さ、やっぱさ、大きくなった時に息ができなくなっちゃったり、でかくなりすぎて遅くなったりするじゃん。そのね、遅くなったりするのを解除するっていうか、スタミナ減少を解除するモッドがあった。あとこの、初めやるのにさ、すげえお金かかるから、それ貯めなきゃいけないんだけど、撮影前に。それをね、カットするっていう、その二つのね、モッドを入れましたので、今回はね、これでやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、今回やるのはですね、何かというと、このっていうか、去年のクリスマスイベントでですね、新たに追加されたやつがいます。こちらでーす。じゃん。メカイル、メカウナギですね。どうやら、この、電気ビリビリなんじゃないかな、これ。電気ビリビリなのかな。多分、電気ウナギと一緒。電気ダメージがね、当たるんじゃないかと思うんですけども、ちょっと見てみようかな。これ電気ウナギ。ほらほら、電気ウナギと一緒ですよ。あ、ほらほら、こいつのあれなんですよ。こいつの多分スタイルが変わった版なんですね。はい。というわけでですね、早速、こう電気ウナギやっていきたい。電気ウナギじゃないです。メカイールやっていきたいと思います。はい。というわけで早速スタートしましょう。レッツスタート。はい。というわけでですね、なんか、地面に刺さって生まれましたけど、あー生まれた。こんな感じです。ちゃけーおーかっちょよくない？かっちょよくない？ほら。かっちょいい。なんか音も、ほわーんって、お、ぼー。あ、すごい。ブル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 。なんか機械っぽい音しますね、泳ぐと。すごいです。へぇー。こんなギミック初めてじゃない？今までサメとかそういうのあんまなかったよね。音もちゃんと今回はね、変わってますね。メカっぽくなってます。さあ、ちょっと、近づいていきましょう。どれぐらいの強さがあるのでしょうか？ビリビリはできるんでしょうか？あ、ビリビリは健在ですね。電気ビリビリは健在でございます。さあ、どれぐらいの、でも、中身はね、電気ウナギのはずなので、そんなに大きい魚は食べられないんじゃないかな。ちょっと待って。あ、見てください。モッドの効果でスタミナが切れないから永遠に、ほら、泳いでいられる。オッケーオッケー。これでね、どんだけでかくなっても、生きていけるから、これはガンガンですね。ちょっとでかくなりたいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。小魚がいないですね。小魚がいるところまでちょっと移動します。さあ、来ました。この辺りなら、カニさんが、カニさんクリスマス仕様になってますね。トナカイとサンタのカニさんなんですけども。さあ、カニさんは飲み込めないですね。かじることはできる。そして、ビリビリも、あ、ビリビリ、あ、ビリビリ強っ！ビリビリめっちゃ強い！いいね。ビリビリめっちゃ強いね。ああ、そして、結構飲み込めますよ。結構飲み込めます。そして結構ね、動きが機敏ですね。これ。なかなかいい感じですよ。なかなかいい。そういえば、電気ウナギ使った時も結構いい感じだったよね。ビリビリ、お、強い！ビリビリ強い！めっちゃ食ってる。しかも光るところがいいよね。これ、噛んでる時は消えるんだね、なんかね。あ、じゃあ、ビリビリが溜まってる時は光るんだ。これはわかりやすくていいな。これ。これ多分そうだよね。ちょっと一回使ってみるよ。ビリビリ。ほら、消えた。これがまた、溜まると、今ちょっとご飯を食べながら溜まるのを待ちましょう。ほら、溜まると、青く光る。これは分かりやすくていいですね。下のゲージをいちいち見なくても、体を見ればビリビリ使えるよ。分かるんですね。素晴らしい。これはいい。すごく使いやすい。ちょっとね、サクッとレベルいくつか上げていきます。はい、オッケー。さっくりレベル3になりました。あそこでシーラに噛まれた。なんだ。痛い。暗い。わー、やられた。いきなり噛まれたよ。畜生弱肉強食。はい、オッケー。油断大敵でございますね。レベル3まで戻ってきました。この泳いでる姿めっちゃかっこよくないですか、これ。かっこよすぎるでしょ。ねえ。さあ、この、泳いでる姿かっこいいんですけれども、この状態でですね、このままではですね、いられませんので、大きくなっていこうと思います。今度は油断大敵、この深海エリアで、レベルをね、上げていきたいと思うんですけども、やっぱ深海エリアの効率がいいですから、ね、なんだっけ、あいつ。ゴブリンフィッシュ。あいつを倒していきたい。ブロブフィッシュ。ブロブフィッシュが、どっ
かね、いると思うんですね。おっと、肉落ちてる。あ、違う、肉落ちてると思ったら、タコでした。タコ。タコ待てー。まあ、前まではね、スタミナで、追いつけないなんてね、ことがあったんですけども、今のラッシーさんにはスタミナというね、概念がないので、無敵ですよ、無敵。イエーイ、いいですね。さあ、ブロフィッシュいました。ブロフィッシュ食べていきたし、バック、ビリビリ、オッケー。一発で倒せる。電気強いですね。あ、倒してはいないのか。気絶してるだけなんだ。なるほど。オッケー。まあでも大丈夫ですよ。こいつはもう倒したようなもんです。ビリビリビリってね。オッケー。はい。オッケー、レベルアップ。この感じでレベルアップしていきたいと思います。レベル10ぐらいまで上げられっかな、ここの辺で。これガンガンレベル上げられますよ。これゴーストダメちゃんでもうちょいレベル上げていきましょうかね。さあ、ここでですね、まだレベル13なんですが、気がついたことがあります。また気がついちゃった。今日のラッシーさんはめっちゃいろいろ気がつくね。いいですね。気が回ってる証拠だい。ということで、何に気がついたかというと、ブロブフィッシュを見つけたい。ブロブフィッシュ、いた。すでにですね、このうなぐちゃんレベル、ほら、14なのに、ペロリと、ブロブフィッシュを飲み込むことができるハイドリンクバー状態。やった!海はドリンクバー来ましたね。うん、海はドリンクバー。これでですね、サクサク。ブロブフィッシュめっちゃ湧くからさ、ここでこうやって、サクサク飲み込みながらレベルがね、上げられるということに気がつきましたよ、らしさは。やりました。これはいいですね。ペロペロ飲んでいきましょう。ペロペロって飲む時の音じゃなくね。というわけで、ちょっとレベル上げていくよ。はい、というわけでですね、調子に乗ってレベル上げまくってレベル25になったラッシーさんでございます。結構でかくなってきたから動きが遅くなってきましたね。でもスタミナが切れないから全然大丈夫。はい、オウムガイの群れ、ドリンクバー。さあ、ゴーストザメちゃんもこれは飲めちゃうのかな。飲めるんじゃないもん。今飲んだよね。あれ、飲める、ほら飲める。おっと、オッケー。これはね、このサイズが飲み込めれば結構なね、やつも倒せるし、結構シャチは無理だと思うんだけど、シャチ倒せるか、レベル20だったら。倒せんじゃん、これビリビリ攻撃でいけんじゃないかな。ちょっと戦ってみようか、シャチ。おい、シャチ待て。シャチよりでかいもんね、だってね。シャチ、ほら、ガブ、ビリビリ。おい、気絶しました。もう気絶させたらこっちのもんですよ、こうやってパクパク。おい、来た、めっちゃ強い。シャチも楽勝じゃん。強い、メカイールめっちゃ強い。前期ウナギより全然強いぞ、これ。やべえ。ちょっと体重くなってきたけど、だいぶ。ちょっと待って、これはね、もうあれじゃないですか。飲み込みいけちゃうんじゃないですかね。あそこで。サメを飲み込みスタイル、ちょっと行きたいと思います。さあ、来ましたよ、飲み込み場所まで。あ、いっぱいいます。このチビザメちゃんです。こいつら。こいつらをこうやって飲み込んでおけば、ここでね、生まれるはずなんですよね。はい、ポコってね。はい、来ました。はい、来た、このスタイル。久しぶりですね、このスタイル。はいはい、ペロペロ飲んできたから、ペロペロは飲む音じゃねえっつってんじゃない。ねえ、何回言えばわかんのかな。というわけですね、これ。サメちゃんを食べて、レベルを上げていきましょう。行くぜー。はい、というわけでですね、ようやくレベル100になりました。画面がほら見て、こんなでかくなったよ、ほらね。ついにね、レベル100になったんですよ。ほらね。というわけでね、そろそろクジラとかね、倒していこうかな。大きさチェック、そういえば、やってたよね。久しぶりだから忘れてた。やってなかったですね、今回ね。というわけでですね、まずはサメとかと戦っていっちゃいます。もうサメと戦うレベルの大きさじゃなくなっちゃいましたね。しまったな。ちょっといろいろ手順を忘れてる。久しぶりだから。あ、いたサメ見てください。はい。サメとの大きさをね、対比してほしい、みんな。はい。こんな感じですよ。ね。サメなんか全然ちっちゃいですよ。はい。こんなのペロリです。ほら。ね、サメは飲み物。ね、みんなも言ってみて。はい。ご唱和ください。サメは飲み物。ははははは。ね。というわけで、クジラもね、飲み物にしていきたいですよね。はい、こんな感じでーす。じゃあ、おー、でもなんかちょうどサイズ感的にはいい感じじゃないですか、これ。ご身体的な。あそこにね、さっきのサメよりも大きなサメがいますね。はい、これも飲み物になってるんじゃないですか。はい、飲み物ー。はい、キングザメも飲み物でございます。やりました。ということで、
まあね、この辺のね、ちっちゃいサメたちはいいんですよ。なんかいろいろ飲んだな。海はドリンクバー状態ですね。さあ、せっかくなのでね、クジラさん倒せるかどうかやっていきたいと思いますよ。あ、ここに古代ザメちゃんもいますね。ちなみに噛むとどのぐらいダメージあったの？5000！ 結構強い。噛むのも結構強い。ね、うなぎは多分ね、ディーバなんだよね。すごいレベル8ぐらいで、あの、でっかい肉もね、飲み込めちゃうから、かなりのね、飲み込み力を持ってるんだけど、このビリビリ攻撃がね、やっぱあるから、噛む必要があんまりないんですよね。飲めばいいという感じになってるんですよね。というわけで、クジラちゃんがこの辺りにいるはずなんだよね。ほら、でっかくなってね、多分相当動きにくくなってると思うんですけれども、このね、スタミナ解除があるので、全然大丈夫。ガブ！一撃じゃん！クジラ、おわ逃げ気じゃん、めっちゃ強いじゃん。え、噛むのも強くないとか言ってて全然強いじゃん。ビリビリもやってみようか。ビリビリビリ、あ、ビリビリしたのかな今。ビリビリしたかどうか、した感があんまなかったけどな。でもこれ噛んでも、噛んだらビリ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 、あれダメだ、噛んだらでも死んじゃうからな。ビリビリの強さがビリビリダメだなビリビリの強さがあんまり実感できないんですね、これは。ちょっと もはやクジラくんじゃ役不足って感じですかこれね。えビリ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 しないんだよな強すぎだろ、強すぎだろこれ。メカイール、ほらめっちゃ強いんだけど、アホかいな、アホかいなってくらい強い。さあちょっと見てみましょう、正面からね。はい、ガブリ、あー、かじるとこ見れなかった。もう一回いくぞー。あれ、なかなか難しい。視点が難しいですね。さあ、行くぞ。かぶり！わー、来た！かぶりした、かぶりした。はい、こんな感じですよ。こんな感じ。今、噛んでる状態、今ね。ガブーって。おいー、めっちゃ強いよ、ほら。さあ、噛め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 。もう一回。ガブ！あー、これ離しちゃうんだよな、なんか。歯がないからかな。こういう仕様なのかな。ね。なんか全然噛めないですね。さあ、まあいいや。とりあえず倒せるようになったことは分かったので、ちょっとね、じゃあ他のやつ、メガロドンか恐竜か、倒してみようか。さあ、やってまいりました。この辺りに、あ、いた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 、恐竜ちゃん！お、恐竜ちゃん戦ってんじゃん。恐竜ちゃんと大きさ比べしようか、まずね。はい、こんな感じですよ。こんな感じ。全然こっちの方が大きいよね。さあ、見えるかな？はい、こんな感じですよ。ガブー！はい、一撃ほら。こんな感じ、こういう感じですね。はい、ガブめっちゃ強い。恐竜ちゃんじゃ全然相手にならないわ。恐竜ちゃんじゃね、まあやっぱメカだからね、まあ、やっぱ人類の英知の勝利といった感じでしょうかね。さあ、こいつもガブリンチョしてみましょうか。一撃ですね、全然。ほら、これメガロドンもいけんじゃない、こんだけ強ければ。てかまだレベル100なんだけどね。100なのにめっちゃ強いね。メガロドンどこ行った？メガロドン。なんかこの辺にいつもいるはずなんだけど。ちょっとなんかマップの構成が若干変わってる気がするんだよな。あ、いた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 、メガロドン。あ、なんか恐竜大決戦やってんじゃん。いい感じいい感じ。じゃあここに紛れ込もうぜ。ドン！ほら！メガロドンも一撃じゃん！てか飲める！恐竜飲める！え？嘘？恐竜飲んだぞ今。ほら、パクパクしてる、パクパクしてる。結構飲むのに時間かかってるけど。メガロドンも一撃。え？ちょっと待って。恐竜飲めるの？恐竜飲めるんだったら、あ、いた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 、ちょっと飲むところ見てみたい、飲むところ見てみたい。行こう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 。さっき飲んだよね、多分飲めると思うんだよね。さあ行くよ行くよ、よし、こっちだこっちだ。顔こっち向けて、オッケー、行くよ。パクリ、ほら見た、行って、メガロドンから後ろから噛まれた。ちっきしょてめえ、やるな。まだ噛む、これ飲み込むのに結構むしゃ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 時間かかるけど。おい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 、ちょっと待って待って待って、後ろから噛みついといたよ君。逃げるとかなしでしょ、ちょっと。メガロドン、お前海の王者だろ逃げんなよ。オッケーオッケーオッケー。おー、ちょっとずるいぞこいつ。めっちゃ強い、めっちゃ強い、メカイール。さあ、ちょっともう一回、うまく見えなかったから恐竜を飲み込むところが見たいんだけど。メガロドンが逃げるんだけど、メガロドン逃げなかったよね前まで。ずるくないそれ、海の王者。ちょっと王者、ちょっと全然逃げてく、全然逃げて、向こうの方がちっちゃいからさ、泳ぐの早いんだよね。さあ、ちょっとね、恐竜発見しましたね、メガロドンを追いかけてたら。というわけで、これをね、ちょっと飲み込んでいくところを見たいと思うんですけども、見えるかな？よいしょ、ペロリ！あ！今、ちょっと邪魔だったな、この鳥居が。ちっきしょう、いい感じに撮るのすげえ難しい。目線が。ちょっと待って、またどっか生まれたら別のところに。ちょっと待ってよ、今度こそ、ペロリをね、
あの綺麗に撮るからね。あ、いましたいました。今度は障害物がないから綺麗にペロリが撮れるんじゃないかと思います。逃げますね、逃げます逃げます。だけど逃がさねえぜ。さあ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、目線を綺麗にして、かわいい、今の目線よかったな。よいしょ、いくぞ、ペロリ、はい、来ました。見た。綺麗に飲み込みましたね。はい、もぐもぐしてます、このパクパクパク。これはね、ラッシーさんはもはやメガロドンも飲み込めると見ているよ。このサイズが飲み込めるんだから、メガロドンももうだいぶ今ね、何回も取り直ししたからレベル上がったから、メガロドンも飲めんじゃねえかな。ちょっと待ってよ、メガロドン探せ。メガロちゃーん、どこ行ったの。もうあいつら逃げる、逃げ回るようになったからね。あれちょっとね、さっきからめっちゃ探してんだけどね、ちょっとメガロちゃんが全然見つからない。ちょっと恐れをなして逃げてしまったのかもしれないので、しょうがないからクジラちゃんをね、ペロッと向かってきたから、向かってきたからさ、ペロッと見た今、ペロッとペロッとね、ちょっともう一回の、ペロッとペロッと、あれ食べれなかったの、もう一回、よいしょ、ペロッと、はい、こんな感じです。ペロッと人のみでございますね。はい、これ顔見える、あ、見える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 、どうですか、ほらねえ、めっちゃ怖いやん、こんな、こんなんいたら、え、めっちゃ、これこれもうなんかあれだね、東京都民がみんな暮らせるぐらいの大きさあるんじゃないの、この中で、この中で、これコロニーみたいな感じ。うん、いけるかもしれないね、これね。さ、ちょっとね、本当はもうちょっとレベル上げていきたかったんだけど、ちょっとメガロちゃんが全然見つからないから、まあそうだね、クジラ飲んでレベル上げてもいいんだけど、メガロちゃんを丸飲みにするところだけな、取りたかったんだけどな、いねえんだよね全然。ちかこんなにさ、あのオーシャンマップ、あの違う、グレートオーシャン、こんなに視界悪かったでしたっけ。すげえ見えないんだけど。こんなに見えないもんでしたっけ。もうちょっとクリア、これあえてなの、これ見えなすぎだよねこれ。あ、あ、ちょっと明らかに見えなすぎな気がするねこれ。あれかな、横からジョーズみたいにドーンってでっかいサメに食われる恐怖をさ、まあ、ちっちゃい魚の時はね味わえるよっていう、そういう仕様なんですかねこれ。それにしてはちょっと濁りすぎなんじゃないですか。ちょっとね、もっとね、みんなでエコして海をきれいにしていきたいね。うん、お、ちょっといい番組になってるぞ、いい番組になってる、いい感じいい感じ。ちょっともう一回りしてみて、見つからなかったらちょっとどうするか考えるわ。痛い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 よ痛いよ痛いよ。ラッシーさんに恐れをなしてさ、逃げ回ってこんなマップの端っこの方まで来ちゃってたこいつ。さあ行きますよ、さあ行きますよ皆さん、ペロリ、ほら食べれた食べれた。やったやったぞ。これでまたあそこに生まれてるはずだから、ちょっともう一匹ね食べに行きましょう。はー、来た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 、ほら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 、よし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 、さあ食べるよ食べるよ、近づいて近づいて、オッケーオッケー、どこ行ったどこ行った、あれもうちょ早いんだよなあいつ逃げんの。ちっきしょう、待て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 、壁まで追い詰めれば飲めるはずだ。よしよいしょ、あ、まだ画面に出てきません。まだ画面に出てきません。よいしょ。あ、来たかな？おい、ペロリ！はい、遠くに行っても食べれる！食べれる！さあ、どこだ？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 ペロリした。あ、いた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 。よし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 。来た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 。はい、パクリー！これ最高。これ最高だよね。これ最高だわ。あ、来た来た来た、あ、噛まれた噛まれた噛まれた、さあ行くよ、ビリ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 使ったんだ今、おー、すーげー、ビリビリ気絶したよね今ね、多分もう一回ちょっと噛まれてみる、ビリビリ使ったんだけど今、あ、来た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 、噛んでよ噛んでよ、なんで噛んでくんだよ、もう一回噛んでほしいんだけどな、噛まれたらビリビリ使えるんだよね、噛めんのに、あ、ちょ、こんなビリビリ、あ、来た来た来た、今ビリビリ食らったけどダメージはなんかあんま入ってなさそうだったね、ダメージは。よいしょ、あ、今度は噛んでくれね、なんだよ逃げるだけかよ、ちょっと待て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 、これラッシーさん気がついたけどロボットなのに血出んだねこいつ。ね、ペロリ、オッケーというわけでね、もうメガロドン丸飲みできたからいいかな、もうちょっとレベル上げる、見たい、
どうする？ちょっとクジラでレベル上げられるかどうか見てくるわ。はい、今ねクジラエリアに来てるんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、こうやって上げられないことはないんですけど、ちょっと食べるのにまだ時間かかるから、あとこれバラつきが結構あるんだよね、生まれるところに。こうやって結構難しいかもしれん、ここでレベル上げるの時間かかりそうな雰囲気出てますね。生まれるまでに結構時間が、これもぐもぐが終わらないとね、次のやつ生まれてきてくんないんだよね。これだ、もうちょっと大きくなったらポン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 ね、なると思うんだけど、そこまで我慢できるかな、ラッシーさんがそこまで我慢できなそうな気がしてきている。今ちょっと若干これ生まれるところが若干ランダムなんだよね、まあ、食べる時間はだいぶね短くなってはきたんですけど、もうちょっといいやって感じになってきちゃった。これすげえ時間かかんだもん、これ。ほら。ね。もうこれ画面の前でこれをさ、20分くらいこうやってやってたらさ、もう飽きちゃったらしいさ。というわけで、まあ、今回はメガロドン丸飲みしたがいいでしょ。ね。というわけで最後こいつを世の中のためにね、ちょっと沈めていかなきゃいけないよね。沈めていくか、こう、天に登らせるかしないといけないと思ってるんですけど、さあ浅瀬にねやってきましたけど、あ、画面プルプル状態になってますね。さあちょっとハマってますよ、早速ハマっている。これは飛べる可能性がかなり出てきている気がする。さあどうだ、うまくこうハマってくれると飛ぶんだけど、あ、ちょっとこれは、あ、でもこんな感じでパクパク、ああ、恐ろしいです。なんだこの化け物は、なんだこのというわけで、まあ、ちょっとこれぐらいでいいかも、飛ばなくてもよかったかもこれでね。はい、というわけでですね、今回はこんなにね大きい化け物を作ることができましたということでビリビリ、あ、電気消えた、ねえ、というわけで、メガロドンも、なんか歩こうとしている。あ、ついにこれあれじゃないですか？ついに海の中から陸上に進化する間際のところじゃないですか？すでに二足歩行だったんですね、お魚は。ということでね、歴史的瞬間も見れたところで、今回はこれぐらいにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日この辺でまた見てね。バイバーイ。